おはようございます。お元気でしょうか。久々のね、ピーカンピーカン、いい天気になっております。本日はですね、こちらですね、油揚げですね。これを使って、きつねうどんのきつねの作り方。ね、毛が生えてるきつねじゃないですよ。油揚げね、お揚げですね。あれの作り方いってみたいと思います。お鍋にね、お水入れて、そこにですね、この油揚げですね、ガツンガツン、つるりんことを入れてください。お前それ何してんのみたいなね、別に油揚げをね、お風呂に入れてあげてるわけではないんですね。これで表面についたね、この揚げ油をね、落として、ちょっとね、お揚げの甘ったるい味が染みやすくなるようにということでね、こういうの油抜きというんですが、これでね、沸騰してからね、5分ぐらいグッツングッツングッツンってやりますと、上の方にね、油がパッカンパッカンパッコリなとね、浮いてきますのでね、そうしたら水洗いをして味付けに入ります。それではね、ブックンブックンパッカリーナで行くのを待ちましょう。愛しのパッカリーナー、どこにいるんだー、それ誰。はい、グッツングッツン言い出してから5分ですね、経ちました。お分かりになりますでしょうか。油揚げですね、案外空気入ってね、プカプカ浮いてしまうこともあります。そういう時はね、なんかもう箸の先なりね、串でプツンプツンで穴開けてね、沈めるような感じでお願いいたします。はい、それではね、もうだいぶ油抜けたんでね、これを水でね、洗っていきたいと思います。はい、お分かりになりますでしょうか。今お湯を捨ててね、水を鍋に入れております。ちょっとね、熱いんで気をつけてくださいね。ちょっと蒸気でボケています。はい、そうしましたらね、これを揺すぐような感じでね、思いっきりやりますとね、これ油で崩れちゃうんでね、こんな揺すぐような感じでお願いいたします。この時、もう本当手を上げとしないようにね、気をつけてください。この絞り汁ですね、絞り汁、これは結構ね、熱い汁出てきますので、その辺のとこね、よろしくお願いいたします。はい、こんな感じでね、油がちょっとプカプカ浮いてるの分かりますでしょうか。これでね、味付けがスムーズにいくと思います。はい、こんな感じでね、ぎゅーっとね、ぎゅーっと絞ってください。ぎゅーっとね、ぎゅーっと潰れない程度にね、絞ってくださいね。これ潰しちゃったら身も蓋もないですよ。はい、こんな感じでね、全部絞ってしまいましょう。はい、それではですね、油揚げのね、味付けに参りましょう。まずお鍋ですね、お鍋にお出汁ですね、黄金だし、黄金だし4ですね。はい、1、これ計量カップじゃなくてもいいんですよ、好きなやつでね。2、3、4ですね。はい、これ別にね、こういうキャップで1、2、3、4でもいいですからね。そんでもう、まあ先にぶっちゃけいっちゃいますが、410.5 ですね。はい、ちょっと砂糖多めに入りますよ。カップに1ですね。はい、カップ1杯、お出汁が4で、砂糖が1と、ちょっと甘いんじゃねえよみたいな、ね、感じのが油揚げ美味しいと思いますのでね。はい、1と、ね、これガッツンと入れてしまいましょう。はい、今ね、41入りました。41、はい、こんな感じですね。これ揺すいじゃいましょうね。はい、そうしましたらね、よく絞った油揚げですね、はい、油揚げをドクンドクンドプリンコと、はい、入れてください。はい、こんな感じですね。はい、そうしましたらですね、0.5 は何よっていうことなんですが、 0.5 はね、お醤油ですね。はい、お醤油ね、お醤油の 0.5 だからね、このカップの半分ぐらいでいいんじゃないのみたいなね、もうちょいか。はい、もうちょいか。よいしょ、こんな感じで OK、OK でございます。そしてこれはまだ入れないということですね。はい、今ね、砂糖水ね、砂糖だしですね。はい、そしてね、ちょこっとみりん入れます。はい、こんな感じ。ね、もうみりんは照り出しなんでね、もうちょこっとで OK、OK ですね。もう味付けはもう砂糖と醤油でね、お出汁だけでも十分十分です。はい、そして、醤油なんでまだ入れないってことなんですが、お料理の基本基本、さしすせそーみたいな感じで、はい、皆さんお分かりでしょうか。さは、砂糖のさ、しは塩のし、すはお酢のす、さしすせは、せうのせですね。まあ、せう、昔ね、醤油のことをせうって言ったらしいです。ですので、こういう、多分お野菜でも、油揚げでも、厚揚げでもね、先に甘いもんでね、味付けしないで先に醤油入れちゃうと、このネタが締まって後から砂糖入れてもね、糖分が入っていかないんですよ、中にね。ですから中に先に糖分入れて、後から醤油を入れるみたいな。いやー、たまにはいいこと言いますね。それではね、これ火かけていきますね。
はい、ね、砂糖だしに漬けた、まあ、みりんの少々入っておりますが、お揚げですね、今火にかけております。こんな感じですね。はい、そしておめえいつ醤油入れるのっていうことなんですが、砂糖の結晶がね、全部溶けきってからお願いいたします。もう溶けてますね。はい、もう砂糖のね、あのザラザラが見えないので、ここでねお醤油 0.5 投入入ります。はい、ゆすいちゃいましょうね。はい、こんな感じでございます。で、仕上がりの目安なんですが、このお出汁とかこの合わせ調味料が、3分の1ぐらいになったとき、ね、これが3分と3分の1引いて、3分の1引いて、この辺までなったときはね、仕上がりの目安となります。そしてこのときは落とし蓋かなんかね、しておいてください。落とし蓋ない場合はね、こんな感じでアルミホイルのね、こうつまみをちょこっと作ってね、簡単にできますので、はい、落としブータ、落としブータですね。はい、お願いいたします。そしてここでね、ご注意なんですが、あれですよ、かなりあのこの合わせ調味料濃いんでね、ちょっと目を離した間に吹きこぼれたりするとね、後の掃除大変ですのでね、まあ、あの1分30秒に1回ぐらいね、あれですよ、ちょっと見に来てやってください。まあ、iPhone 持ってる方はシリちゃんにね、シリちゃん、1分30秒おきにアラームセットしてって言うと、セットしてくれるかどうかは分かりませんが、まあ、1分30秒おきぐらいにね、間違えてもちょっとこの間にお掃除しちゃおうかなみたいな感じで、もう10分、20分知らないまま放置すると焦げる恐れもありますんでね、その辺のところをご注意くださいませ。それではね、煮詰まるのを待ちましょう。はい、お分かりになりますでしょうか。だいぶね、ぶっくんぶっくんと言って、まあ、時間的に7分ぐらいかな。はい、今回ね、油で5枚分ですね、やってみました。で、3分の1ぐらいにね、お出汁がなりましたので、ここで火は止めてくださいね。はい、火は止めて、で、これできるだけなんつうんですか、こう綺麗にね、やっといた方がいいかもしれないです。綺麗にね、こう丸まったままだと、そのまま丸まったお揚げがね、できてしまう可能性がありますので、まあ、できるだけこうね、広げて、ね、綺麗な感じで重ねておくという感じでお願いいたします。はい、そうしましたらね、これまた落とし蓋かなんかしてね、冷めるまで待ちます。まあ、30分ぐらいね、放置しますと、冷めたがゆえにまたね、甘ったるやじがお揚げの中にもガツンガツンスコルバ神殿とね、入っていって食べ頃になります。それではね、また後ほどお会いいたしましょう。仕入れ行ってきます。30分ぐらい冷ましてね、だいぶ味がしみしみになったんではないでしょうか。きつねの出来上がりとなります。はい、それではね、早速食してまいりましょう。はい、もうお出汁しみしみですね。はい、これを、ね、飯の上に乗っけて、きつね飯、きつね飯行ってみたいと思います。はい、こんな感じでーす。テーブルの方ですね、きつね飯運んでまいりました。それではね、いつものように一味唐辛子かつ、まあね、うどんにも一味唐辛子、飯にも一味唐辛子とるで、はい、それではね、いただいてみたいと思います。あ、最後に刻みネギ少々ともみのり少々ですね、振らさせていただきました。もうちょっと茶碗ちっちゃかったかな。これでネギともみのり巻き巻きですね、このだしいただきます。うまい。そしてこのきつねに染み込んだ出汁が飯の上にね、こう入って、いやー、幸せいっぱい、胸いっぱい、最高最高最高。いや、もうこの甘さが血糖値バカンバカン上げて、もう午後から仕事頑張るぞーみたいなね、感じではないでしょうか。うまいです。はい、それでは本日の最後まで無駄なしまかないどうぞご視聴誠にありがとうございます。本日ですね、きつねうどんのきつね、まあ、これきつね飯にしちゃいましたが、きつねの味付けの仕方、きつねの作り方、お揚げの作り方、ね、これを動画にしてみました。動画アップのモチベーションを維持するために、皆様の温かいグッドマーク1票入れていただければ幸いかと思われます。それではまたお会いいたしましょう。失礼します。この中にね、酢飯入れればお稲荷さんできちゃうんでね、もうどんどん利用してください。どんどん作っちゃってください。それでは失礼いたします。またお会いいたしましょう。